スポーツコミュニティ、軽井沢クラブは、長野県北作郡軽井沢町にて、総合型地域スポーツクラブを運営する、NPO 法人。地元カーリングチーム、軽井沢グラニットの選手として活動してきた、長岡秀明が中心となり、2004年7月に、NPO 法人認証を受け設立。スポーツクラブとしては、カーリングとフットサルのチーム運営を主たる活動とし、 各種スポーツ教室も展開する。また、軽井沢国際カーリング選手権大会及び、軽井沢マラソンフェスティバルの大会運営も委託されている。風越公園の指定管理者、風越パークコーオペレーションの一員でもある。男子カーリングチームは1999年当時、軽井沢中学校在学中だった、諸角祐介と同行でコーチをしていた。 長岡鳩見により結成された、アックスを前身とする。2005年から SC 軽井沢クラブ運営になる。2017年までに、日本選手権では、歴代最多となる通算8回の優勝を誇る。2016年パシフィックアジアカーリング選手権、初優勝。2018年ピョンチャンオリンピック男子カーリング日本、代表。参加に、男女ジュニア選手を育成する。 エリートアカデミーと受講生らによるジュニアチームがある。2020年にアカデミー出身者を中心に女子カーリングチーム昇格。男子チーム女子チーム東京オリンピック世界選手権パシフィックアジア選手権日本選手権ワールドカーリングツアーグランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズであるグランドスラムの成績。 セロリーズを前身に2016年結成。2017年現在は長野県一部リーグ所属。ありがとうございます。